はい、買ったら買ったら儲かるのマジックですよね吉谷さんさすが分かってらっしゃる私ね一時期カンフーをやってましたよねずっとヌンチャクをやったり三節棍をやったりそれから棍棒をやったりねそれから牧人っていうね、えー、今ここにありますよ牧人見えますあれね木の人形あるでしょ木の人形あれいやーってやるわけなんですよであの牧人とかも 買ってるんですよであれで練習してるところ動画でアップしてるんですけどもいわゆるねカンフーの修行してるところを見せると何が起きるかってことなんですよ。それはですねカンフー一緒にやりませんかっていうのはやっぱ来ますよ。で僕人どうやって買うんですかって来ますよ。要するにあのログに対して私に好意的なメッセージを寄せてくださる方があれでもいるってことなんですよ。でカンフーの発信をこういった普通の人レベルでやってる人って少ないのと私の場合は 痕とかね牧人みたいなもう誰も買わねえだろうみたいなやつを言ってるわけなんですよだこれがだから私も欲しいんだけども買うことによって儲かるっていうロジックなんですよ。買った,も買ったことによってその買ったものがね二0にも三0にもネタになってくるんですよ。うん、だから普通の人はね吉田さんが言われたように欲しいから買うなんですけども私の場合は欲しい上に元が取れるから買うんですよね。元が取れちゃうんですよ何でもかんでも。 買、うん、買えばううほど儲かんはっきり言うとですよ。で、あのー、どんなものをアウトプットのネタにするかってことなんですけども私のようにですね誰もが買わないようなもの誰もが買えないようなものをネタにするのがいいかなと思います。と同時に誰もが買うものもいいですよ。誰もが買うようなものをレビューしていくことによっていろんな人がですね参考にしてくれる可能性は高いです。で、まあ、ですんで まあ誰もが買えないものもいいし誰もが買うものもものいいいいし結局何でもいいってことになります私が好きなのはあの中古車を YouTube でアップロードしてる例なんですけどもあの昔トヨタの M−2GX81 ってのがあったんですけどもこちらの動画を細かく解説してる人がいるんですよ。でそうなるとどうなるかっていうとその GX81 を買おうとしている人がその動画を見て参考になるってことなんですよね。 だからこういうふうに市場価値がほとんどないような車の説明動画でもまあ数万再生とかされるんですよねだからね今この動画を見てる方でお手持ちの車何でもいいと思いますその動画を細かく解説したのを例えば10分1本の動画にして何十本か撮ってみたらいいんじゃないかなと思いますねそれだけでもネタに尽きないと思います、うん、やってみてくださいだから結局ね 誰もが買うもんでも誰もが買えないもんでもどんな中古車でも何でも OK ってことなんですよ何でも OK です本当にこんなねこんな市場今までなかったですよ限られたもの流行ったものしか売れないっていうのはありましたよねでも無制限何でも OK ひどいね話で言ったらその不倫の仕方とかね、うん、なんか拳銃の撃ち方とかねああいうのまで多分動画になったら価値を出,る出すんじゃないかなと思いますよねそういった非合法なものとかもね で、えー、と私の場合だからねインプットが全てお金に変わるっていうマジックを持ってるっていう話で言えば、うん、買わないと儲からないって感じですかね。商品を買っっててレビューするだけで儲かってしまうもしくは人の関心を寄せる未だに出てきますけどもこれまだ封開けてないんですよこの、ね、箱、ね。こういうのでもレビューすればいいと思いますし私の大好きなレビューは。 こ宇宙戦艦ヤマトなんですけども宇宙戦艦ヤマトのこのねレビューをすることによって私がヤマトファンっていうのもわかりますし私の動画を見てる人でもヤマトの超合金どうですかみたいな話から始まったりしてね非常にね楽なんですよねだから皆さんも自分の趣味とか自分の内側にあるものをどん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 表現していくでそのために段取りとして商品を買ってみるっていうのはいかがかなと思うんですよ商品買って箱から開けるところの動画とか結構あると思うんですよねそれが 高価なもんじゃなくて、五百円とか千円のものまで開けてるんですよね。うん、だからね、何でもオッケーなんですよね。どんなものも経験でも購入でもきちんとアウトプットのネタになって、アウトプットのネタにすれば必ず元が取れていくんですよ。だから買えば買うほど儲かるみたいなね。もっと分かりやすいで言うと、旅をして旅のレビューをすると、旅をすればするほどファンが増えるって現象が起きてきます。反対に旅をしない人って何も起きないんですよ。ね <laughs>。で、買う人は それをレビューする人はファンが増えて利益が出て集客できてって話になりますけども何も買わない人はそれすらできないと買ってもそれをしない人はやっぱり何も起きないただ買ってお金を失っただけになりますで私にとってみたら買うっていうのはすでに仕入れなんですよ何でもですだってアウトプットが前提ですからね野菜を買っても野菜を切る動画とか撮るわけですからでお弁当を詰めたりとかね 朝食を作ったりとかお茶漬け作ったりカップラーメン作ったりとか全部仕入れなんですよ動画コンテンツという言ってみれば我が社の商品を作るために必要なタレントさんであったり仕入れなんですよね小道具なんですよね見せるために買ってる部分がやっぱり半分ですから自分が使うためも半分見せるためが半分ですだからねインプットっていうのは要するに買うってことなんですよインプット買う仕入れこれをする以上アウトプット販売をしなければ もったいないなと思いまして私は買うときにどのように見せようかなって感じながら考えながら買いますねだ、それもプラスアルファされてるんで全ての商品が私にとっては安いって思わせるんですよこの感覚がありますかねみかんを買ってみかん100円で例えば買うじゃないですかそれはみかん1個に対しての100円っていう見方を普通の人はするんですけど私の場合は これをどのように剥いたりなんだりして動画にやればネタになるなと思ったらすでに100円っていうものの値段っていうのは価値に比べて相対的にどん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 100円っていう金額が安くなってくるんですよだから全部を買えることですなぜなら自分が活用方法を何重にも知ってるからなんですよただ食べるだけってなると一気に高いなっていう感覚になるかもしれませんよねまあ皆さんもこういうふうにしてですね買うことがすでに、えー、儲かることだよ 所有すするるここととがすでに儲かることだよってインプットとアウトプットの関係を購入ってものにも当てはめてみてはいかがでしょうか。